これは報道されると思いますね。日本放送協会による郵便法違反への対応ということで、このような文章が総務省から届きました、読み上げますとですね、総務省は日本放送協会 NHK が過去に他社に、委託し送達した放送受信契約に関する文書の一部に信書に該当する文書が含まれていたことから、当該委託行為が郵便法第4条の規定において禁止されている信書の送達の委託に該当するものであったことについて、公共放送としての社会的責任に鑑み、 NHK に対し別紙の通り郵便法などの法令遵守の徹底及び、協会の放送受信契約の干渉の業務の、適切確保を文書による求めましたということで、要は国から NHK は注意されたということですね。で、ここについて実は総務大臣も松本さんですね、元民主党の人なんですけども、なかなかこの人やり手ですね。1週間前の国会では NHK が配っているポスティングやってる契約書を配っているものは信書ではないとはっきりと国会で言ってたんです。うちのね、 NHK 党の浜田参議院議員の質問に対して信書じゃないって言ってたんです。で、僕すぐね、秘書に言って電話させました。あの総務省に、何わけわからんこと言って、ね、証拠あるぞ、ええ加減にせえよ、すぐ説明しに来てくれ。水曜日に夕方すぐ言ったんです。国会で嘘を言ったから、わけわからんこと言ったからです、総務大臣が。で、総務省の人間を僕読んだんですけど、結論、普通翌日とかに来るような役所の人間が明日来るって言い出したんですよ。明日ですので、15日木曜日、呼び出して1週間後ですよ。なんで明日かって言ったら、これを配ってからにしたかったんですね。この NHK に対してこれやばいと。で、僕総務省に渡したのはこの内部文書です。実は内部の秘密文書をですね、僕は持っていて、このように NHK の委託会社 NHK ビジネスサービスっていうところから実は取り寄せた文章がありまして、平成30年6月7日ということで、このようにポスティングでも明確にこれ違法行為してたんで業者名出します。違法行為してたのは日本ポスティング協同組合です。そしてヤマトダイアログ&メディア株式会社、この2つの会社がですね、郵便法に背く違反行為をしていた。もちろん NHK も同じく違反行為に当たります。 NHK の方がむしろ罪が重いですけども、じゃあどんなものを投函してたか、これです。1月4日までにご返送お願いしますという宛名のない、これね、封筒、中に何が入ってるか、このように契約書が入ってるんですね。 NHK に対する契約書が入ってます。これが信書じゃないでしょって僕最初に言ったでしょ。ちなみに総務省、こんなもの、宛名のないようなものが信書に当たるのかと。これね、ものすごい闇が深いん で、これを僕は僕の会社でやらせてくれないかって言ったんですよ。NHK が今、契約書を入れた、封筒に入れたものをね、特別宛書郵便っていうもので、1通230円の料金で NHK が郵便局にやらせてるんですよ。でそんなものを名前も確認せずに、ポストに入れていくだけで、234円ももらえるんだったら一般にも開放するべきだって言ったんですよ、総務省に。そうすると総務省は、いや、中に契約書が入ってるからこれは信書に当たるから郵便局しかやらせませんって言ってきたんですよ。郵便局しかやらせないんだったら NHK こんな業者やらせてるけどって言って、って言ったら総務省が、あ、大変失礼しましたと、ね、悪いのは NHK ですので、これに NHK に指導を出しますと、これが指導の文章が流れたということです。で、この後ですね、これは刑事事件ですので懲役3年以下ですので警察に刑事告発をすることができます。で、刑事告発をすると警察としては一応事情聴取はしなきゃいけないんではないかと思いますので、これはまあうちの弁護士、いや他の弁護士の方もですね、これ結構ひどいですよ、そんな短い期間じゃないです。なんせ今年までやってたんです、これ平成27年からですから、で今年の4月までですから約6、7年にわたり、なんと2000飛び70万通ですよ。これすごくないですか、2000飛び70万通、2000飛び70万通もの違法な郵便物を投函させてたんですよ。まあ違法な郵便物というか違法な投函方法の契約書をですね、投函させてたんですよ。これ何も指導だけで済むんでしょうかねと思いますが、あとはそれは検察の判断に委ねるということで、刑事告発は考えていこうと思っております。
で、この背景にどんなものがあるかっていうと、いわゆるポスティング業者っていうのは、これはね、NHK の契約って大体半分ぐらいしかしてないので、まあ、NHK の発表でも5分の1はしてないということなんで、ちなみにこれ文章を読んでいくとこういうことです。このように、各局センターが選定した空き家、未契約家屋に対してです。まあ、いわゆる空き家というものか、あとは NHK と契約してないお家に対して、ちゃんと相手を指定して NHK がポスティングさせてるんですけども、例えばもうマンションとかだと、これが、例えばポストとするとね、投函すると、あ、1件、2件、3件、4件、5件、6件、7件、8件、9件、10件、ポンポンポンって入れると、10件入れたら、ポスティング業者は大体1件5円から10円です。10件入れても、まあ100円ぐらいですよ。高いとこでも1件30円ぐらいですか、300円ぐらいですよ。これが民間の会社です。ここまでやった以上は、この2000とび70万通をいくらの契約でやったのかは明らかにするべきだと思うんですが、いずれにしてもどんなに高くても1件30円ぐらいですよ。で、今総務省が推し進めている特別宛所郵便、これは通常の料金80円プラス150円ということで、なんと230円もします。この差額どうですか。200円ほど差額があるんですよ。郵便局ボロ儲けなんですよ。郵便局ボロ儲けで NHK 大損です。でも NHK はお金が余っていて、 NHK の支出を抑えれば抑えるほど受信料の単価を下げろっていう圧力がかかるから、これ時の総務大臣武田良太さんです。僕これ武田良太さん大丈夫かと思いますが、武田良太さんが総務大臣の時にこれを発案したんです。郵便局はお金ないよね、今赤字だよね。お、 NHK お金持ってる、余ってるよね、じゃあ NHK のお金を郵便局に流す方を考えたんですね。当時彼が総務大臣が考えたかどうか分かりません。総務省の人間、 NHK の人が考えたか知りませんけども、これすごいことですよ。だって同じ NHK も郵便局も総務大臣の管轄だから、こっちがお金ない、こっちがお金待ってる、こっちからこっちにお金を振ろうと予算を移動させるっていうことをしてるわけですね。今総務大臣変わりましたけど、まあ、ここについては弁明された方がいいと思います。なぜこんな制度を認めたのかっていうことですけど、で、未だにこっから先230円取ろうとしてるんですよ。で、NHK の組織票って大した数字じゃないです。NHK の職員で1万人ぐらいしかいないですね。NHK の職員の6000人ぐらいは民主党です。労働組合なんで、実は民主党の組合と連携してます。6000人ぐらいです。でも郵便局はめちゃくちゃ、各郵便局長と自民党が仲良くしてるように、郵便局の票っていうのは全国に1万票とかじゃなくて何十万票あると言われています。武田良太さんはその郵便局に配慮したと思われます。闇が深いんですよ、根が深いんですよ。ただいずれにしてもこのようにですね、我々 NHK 党はこれすごいでしょ。平成30年国政政党になる前からこのように NHK の内部文書をですね、ちゃんと入手をしてですね、動かすことのできない犯罪行為をちゃんと証拠付きで持ってたんですよ。それを総務省に言ったら総務大臣は国会で、まあ嘘の答弁というか NHK だけに聞いたんでしょうね、おそらく。 NHK の言い分を聞いてそのままこれは信書じゃないからって言って、わけのわからん国会答弁したんですよね。ところがその国会答弁に対して NHK 党の立花が呼んでると、総務省来いと言ったら、いやちょっと来週まで待ってくださいと、おおよそ考えられないような期間を空けた上で、これは大変だということで動きましたね。ずっとね名前隠してたんですけど、今回頑張ったんで、もう公にされてるので、名前出しましょう。児玉さん頑張りましたね。担当児玉課長補佐です。頑張りました。はい、ちゃんとね、 NHK が郵便法違反をしてた、3年以下の懲役ですからね。 NHK が犯罪したことを総務省に指摘されたということで、間違いありません。まあそれがね、直ちに検挙されるということではありませんが、NHK が犯罪行為をしたことが指摘指導され、 NHK もそれを認めてですね、文書を出しているということで、最後にこれちょっと文書を軽く読んどきます。 NHK が過去にポスティング事業者などに委託して投函した受信契約の案内文書のうち、お客様に返送していただく期日を記載しているものについて郵便法上の信書に当たるとして、本日総務省から行政指導を受けました。NHK では受信料の公平負担の徹底に向け、契約が確認できない家屋に対し、2015年から外部の事業者に委託して受信契約の案内文書のポスティングを行ってきました。このうちお客様に受信契約書を返送していただく期日を記載した案内文書約
2000トビ70万通、2015年度から昨年度までの 6年間について総務省から信書にあたり郵便法に違反するとして行政指導を受けました。今回行政指導を受けたことを重く受け止めています。今年度は返送期日を記載した案内文書の投函を行っていませんが、現在それ以外の案内文書のポスティングも停止し内容を見直しています。今後は日本郵便の特別宛書送達郵便の制度などを適切に活用し引き続き受信料の公平負担に取り組んでまいります。再発防止に向けてチェック体制を見直し適切な業務体制を構築するとともにガバナンスの強化に一層努めてまいります。これで何か変わるってわけじゃないんですけど、少なくとも私やこれをね提供してくれた NHK の内部の通報者がですね、NHK の犯罪を暴いたということは間違いないと思います。で最後に、まあ、NHK の問題はもう解決してます。6年間も犯罪をして気づかないような NHK にお金を払う必要性ありませんよ。だからもしお金払わなくて裁判になったら裁判確かに負けてしまいます。でも我々にお任せください。 NHK 党が全ての受信料 NHK に払うべき受信料裁判費用全額私どもが無料で負担いたしますので、安心して NHK の受信料は不払いしていただくと。これで NHK 問題は解決しておりますので、あとは皆さんの知識、あとは我々を信用していただけるということで NHK 問題が解決していることを最後にお伝えして終わりたいと思います。 NHK をぶっ壊